デストーテッド・ヒューマーは、アメリカ合衆国のサラブレッドの競争馬及び、シュボである。競争馬として、グレード競争4勝を挙げ、シュ馬として、ケンタッキーダービーは、ファニーサイドや、ブリーダーズカップクラシック優勝馬ドロッセルマイヤー、などを輩出し、2007年には、リーディングサイヤーに輝いた。1990年のエーコーンステークス2着馬ダンジュグズ・ビューティーの第2子として、 1993年に生まれたサラブレットのお馬である。競争馬としてのデビューは比較的遅く、初めて競争に出走したのは3歳になった1996年2月のガルフストリームパーク競馬場であった。初戦となったロクハロンの未勝利戦で初勝利を挙げると、以降短距離からマイルにかけての距離路線を中心に出走していった。デビュー当初はフィルグレーブスが 調教師を担当していたが、同年春に、同馬の所有権を、プレストンウッドファームが購入すると調教師も変更となり、代わってエディオット・ウォルデンが担当することになった。3歳児には、スクリーンキング・ステークスに勝ち、4歳になって、サルバ・トール・マイル・ハンデキャップで、初の重賞勝ちを収めた。5歳児は、最良の都市であり、コモンウェルス・ブリーダーズ・カップ・ハンデキャップ、 チャーチルダウンズ・ステークス、アック・アック・ハンデキャップと、重賞3勝を挙げる活躍を果たしている。G1 競争への出走経験もあるが、5歳児のシガーマイルハンデキャップで3着に入ったのが、関の山であった。生涯での戦績は23戦8勝、2着5回、3着3回、総獲得賞金は769,964ドルであった。 1996年スクリーンキングステークス2着、フェイエットステークスジェロームハンデキャップ1997年、サルバトールマイルハンデキャップ2着、ケンタッキーカップクラシックステークス1998年、コモーウェルスブリーダーズカップハンデキャップ、チャーチルダウンズステークス、アックアックハンデキャップ引退翌年の1999年より、オーストラリアビクトリア州にある、 グランドロジスタトに送られ、そこで12000ドルの種付け量を設定されて、2シーズンのマッシュボバとして活動した。その後2000年にアメリカのウィンスターファームへと再輸出されたため、オーストラリアで残した産区はわずかに世代であったが、競争場となった93頭のうち74頭が勝ち上がる、好成績を挙げた。オーストラリア時代の主な産区に、サウスオーストラリアンオークスや、 タスマニアン・オークスに勝ったリンキー・リンク、香港で、香港ダービートライアルなどに勝ったハロー・プリティなどがいる。また、障害競争でも活躍場を出しており、サム・アーベントは2シーズンにわたってオーストラリア、最優秀障害場に選出されている。アメリカに戻って、初の産区が走り始めたのは2002年のことであった。この年デビューしたオーサム・ヒューマーが、スピナウェイ・ステークスを制するなどの活躍もあって、 ディストーテッドヒューマーは、同年の新種母がリーディングサイアーに輝いた。ディストーテッドヒューマーの代表産区として、名の上がるファニーサイドも同年の生まれであった。センの見ながらも2003年のケンタッキーダービーと、プリークネスステークスを制して2冠を達成し、その活躍は、大きな話題、ひいてはディストーテッドヒューマーの評判を高めた。 種付け量も年々高騰し、2008年時点では30万ドルと a p インディア、ストームキャットといったかつての超高額種母場と、ほぼ同額の高みにまで上り詰めた。その後2009年には一転して、設定価格が下がり、15万ドルとなっている。1。例年産区は、順調に活躍し、2005年にはアメリカのリーディングサイヤーランキングにおいて、1位の セイントバラードに肉薄する2位にまで浮上し、ドロッセルマイヤーが、ベルモントステークスとブリーダーズカップクラシックに優勝した2007年には、リーディングサイヤーに輝いた。また、3区のトラバーズステークス優勝バフラワーアレイは、タネボバとして、ケンタッキーダービーとプリークネスステークスの2冠を、制した、アイルハブアナザーを輩出している。日本国外調教馬、 編集日本国内調競馬、編集母ダンジングズビューティは、ガーデニアステークスの勝ち馬で、生涯で8頭の競争馬を生み、うち6頭が勝ち上がりを決めている。2006年6月17日に、戦通のため死亡。ゴールデンシックスティー、ジャビスサーチ。2021年1月24日閲覧。ありがとうございます。